鎌田た啓家は、石川県小松市出身のプロ野球選手。宇藤右内ち。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小松市立美ゆ中学校時代は、南式野球部に所属していた。中学1年までは保守だったが、斉藤祐樹と田中正宏の投げ合いとなった第88回全国高等学校野球選手権、大会決勝の延長15回引き分けを、テレビ観戦し、見せられ、 翌日の再試合は現地観戦。その後監督に直訴し当初に転校した。高校の同期生に水泳の小堀勇気がいる。金沢高等学校では1年次の春から公式戦に登板し、秋には AS となる。2年次の秋には明治神宮野球大会に出場した。3年の春の選抜では優勝候補に挙げられるも1回戦の 過去が北高校に0の4で敗れた。夏の甲子園では、1回戦の伊勢、工業高校戦では、中川聖也との投げ合いを4から0で勝利し、2回戦の昭工学院戦では年内弘明との投げ合いの末、4から2で勝利した。しかし続く3回戦の奈良市の高校に1の2で、敗れた。甲子園通算成績は十四回、防御率点三二四十奪三振。 その後、第9回トリプル a アジア野球選手権大会の日本代表に選出され、2回を無失点に抑えて、金メダル獲得に貢献した。2011年のドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから2位指名を受け、11月9日に契約金5000万円、年俸600万円で仮契約した。背番号は21、2012年、 開幕は2軍でスタートした。当初は救援要員だったが、4月29日の北海道、日本ハムファイターズ戦に初先発すると4回まで、飛安打1、無失点。5月5日の東京ヤクルトスワローズ戦で2度目の、先発は6回まで、ノーヒットに抑えて、無失点と徐々に頭角を表す。5月12日の横浜 DNA ベイスターズ。 戦では5回まで8安打2失点だったが、7試合に、登板指令勝例敗ながら、防御率0.86の投球内容が評価されて、1軍昇格、5月20日の阪神タイガース戦にて、田中正宏以来の球団史上2人目の、高卒新人プロ初登板初先発を果たす。3回3失点で降板したが自己最速タイの時速153キロメートルをマークし、話題となった。 二試合目の登板となった、同27日のヤクルト戦で6回0、3回を1、失点でプロ初勝利を挙げた。高卒1年目での勝利は、球団では2007年の田中正宏以来で、登板二試合目での勝利は、田中の4試合目を抜いて、球団最速記録となった。6月17日の読売ジャイアンツ戦では交流戦、無敗だった杉内都也と投げ合い。 9回1失点で初関東勝利を挙げた。高卒新人投手の巨人戦初、当番関東勝利は1987年の近藤新一以来25年ぶり史上2人目の記録であった。8月16日の日本ハム戦では1から0で初完封勝利を挙げた。高卒新人の1から0での完封は1999年の松坂大輔以来13年ぶりだった。 一度に軍落ちするも、シーズンを通して、主力として20試合で7勝4敗の成績を残した。2013年、前年の活躍などから、先発陣の一員として、自身初の開幕一軍を果たすとともに開幕から、先発で3試合に登板した。ところが0勝2敗、防御率12.54と、成績が振るわなかったことから4月17日に、 出場選手登録を抹消された。さらに、抹消後の5月後半には、2軍戦での登板中に右肘を疲労骨折。その影響で、8月上旬まではリハビリを優先していた。9月11日に、救援要員として1軍へ復帰。翌12日の千葉ロッテマリーンズ戦で5回裏西三塁から2番手で、登板すると、打者2人への投球でこの回を無失点に抑え、 シーズン初勝利を挙げた。9月26日のリーグ優勝時は未成年であった。ためビールかけに参加できなかったが、10月26日に20歳になったため、11月3日の日本一の時はビールかけに参加した。11月25日に右肘にボルトを埋め込む手術と、骨極を除去する手術を受けた。2014年3月6日に、群馬県立林市内の病院で、 右肘のトミー・ジョン手術を受けたことが発表された。リハビリの期間を経て、11月に本格投球を再開した。2015年3月6日の春季教育リーグ北海道日本ハームファイターズ戦で実戦登板としては約500日ぶりの登板を果たした。前述のトミー・ジョン手術からちょうど1年後の登板であり、最速時速 147km をマークした。 8月29日には685日ぶりに1、群マウンドに上がり先発すると5回4失点、打線の援護もあり、716日ぶりの勝ち星を手に、した。2016年、3年ぶりに開幕ローテーション入りし、5月は防御率8.63と安定感を欠いたが、6月は防御率1.8 2三勝を記録した。8月に、 右ひのちの針で1ヶ月離脱したが、ルーキー以来の100イニング以上を投げ、自己最多タイの7勝を記録した。2017年、去年と同様に開幕ローテーション入りを果たすも、4月には防御率6.75,5月には5.17と精細を欠いた。6月には防御率0.00、7月には3.38と安定性を取り戻し、また、 7月26日の千葉ロッテマリーンズ戦では自己最速の時速1 5 4キロメートルをマークした。シーズン終了後には来季からリリーフに挑戦することが発表された。2018年中継ぎとして開幕1軍入りを果たすものの結果を残せず5月5日に2軍落ち、6月27日には右肩ベネット国極切除術及び後方関節法改理と 右ヒーチクリーニングの手術を受けたと発表。競技復帰まで6ヶ月を要し、シーズン中の復帰は絶望となる。12月に一般女性との結婚を発表。スリークォーターから繰り出す平均球速約時速1 4 3トル最速時速1 5 4トルのストレートを誇る速球投手。変化球は縦横のスライダー、カットボール、フォークボールを軸に、 稀にカーブやチェンジアップを投げ分け、速球との緩急を意識したピッチングをする。もともとは、カットボールやスライダーなど速球との急速差がない、速い変化球が持ち味であったが、3年時の選抜で対戦した、加古川北高校のエース、井上新偉人が、時速1 3 0トル前後のストレートと、スローカーブなど緩急を使っていたことを参考にし、 緩急を使った投球ができるようになった。目標とする投手は自身が楽天に入団する前年まで背番号21を着用していた岩隈久しと楽天入団時のエースであった田中正宏で新入団選手発表会見では日本球界を代表する投手になりたいですと目標を語っている。同い年で同じ石川県出身の西川健太郎とは お互いをライバルと認める中である。ありがとうございます。